事頑張ってくださいね。行っちゃった。いつもキャプテンと一緒にいたいけど、そういうわけにはいかないよね。キャプテンは私一人のキャプテンじゃないし。そうだ、クリスマスリースの材料はと、藤鶴やヒイラギが必要なのね。いつもキャプテンの近くにいられないなら、せめて代わりに手作りのグッズをそばに置いてもらおう。クリスマスリースなら幸運や魔除けの意味があるみたいだし、まずは材料を取りに行かなくっちゃね。ソリに、袋に、準備 OK。 リースの材料を求めて、いざ月森ヶ丘へ。わあ、すごい雪景色。昨日大雪だったからかな。いつもの丘じゃないみたい。あれ、この道さっきも通らなかった？私どっちから来たんだっけ。雪に足がはまっちゃった。よいしょ。あれ、よいしょ。どうしよう、抜けないよ。キャプテン、キャプテン、足が抜けなくなっちゃったんです。温めてくれますか？